参ります。どうぞ。間で、オリンピックを盛り上げて、準備をしていくと思いますが、本当に写真も大きく、飾られてて、先ほどの映像も本当にうまく素敵な映像だったので、もう本当に東京オリンピックを大成功に終わるように、はい、していきたいなというふうに、はい、思っています。実は昨日もプライベートで日本橋に来ていたんですけれども、写真が飾られていて、うわすごい迫力だなと、前回よりもなんか迫力も増していて、うわなんかリオの感動も思い出しながら、で次はいよいよ東京なんだなっていうふうに思いました。やっぱアスリートとしてもこういうふうに街全体で応援してもらえるってすごい力になりますよね。東京大会に向けていかがでしょうか。そうですね、もう東京オリンピックの時には37歳になってますが、これからコーチもちょっとしながら、若い選手たちと一緒に練習をして、本当に勝てば東京オリンピックに、出れると思いますので、しっかり、勝って出れるように、はい、頑張っていきたいなというふうに、はい、思っています。結婚とかになっているよね、これね、改めてありますか。全くないです。本当に皆さん結婚されたり出産されたり、話を聞くので、さっきも結婚されて出産、はい、されてたのでびっくりしちゃって、わーと思って、本当に、そっちの方もね、この4年間の間に頑張っていきたいなというふうに、いつもずっと、4年前も言ってたんですけど、全然日本の女性は強いなというところを知られたいなというふうに思います。